エドガー・ライス・バローズはアメリカの小説家、エドガー・ライス・バローズ、ER ・バローズの表記もある。頭文字で単に ERB とも書かれる。代表作は SF 小説、火星のプリンセスをはじめとする火星シリーズとターザンシリーズなどの冒険小説、ペルシダーシリーズなどの秘境探検小説で、これらは三大シリーズと呼ばれ。 創作活動の初期から周期まで継続して書き継がれた。火星シリーズや金星シリーズは惑星冒険者や剣と惑星者ペルシダーシリーズはロストワールドものにも該当し、それらの代表であるが、しかし最初の作品ではない。作風としては恋に彩られた冒険者が多く、SF 小説の多くがそれに当てはまる。ハード SF は月からの侵略など、 ごく少数に泊まる。観光年は、単行本家のもの。アメリカ版の観光年は、リチャード・エール・ポフ、バルスウム・厚木ツ子役、東京草原社、1982年、261から265ページに寄った。日本語版タイトルは、ターザンシリーズは早川書房版、それ以外は、東京草原社版を表記。両者から出ているものは、それぞれに明記した。 なお、原文は、プロジェクトグーテンベルクで入手して読むことができる。火星のプリンセス火星の女神、イサス火星の大元帥、カーター火星の幻兵団、火星のチェス人間、火星の交換頭脳、火星の秘密兵器、火星の透明人間、火星の合成人間、火星の古代帝国4編の連作中編集。古代の使者たち、火星のブラックパイレーツ火星の冷凍人間。 火星の透明人間、火星の巨人上グ2編を収録。火星の巨人上グ、木星の骸骨人間、金星の海賊、金星の死者の国、金星の独裁者金星の火の女神、金星の魔法師、金星の魔法師は4作を収録した短編集で、金星シリーズは、表題作のみ。草原版は、カナベラルプレス版を提本としており、他三編は、五万年前の男。 最果ての星の彼方へ、タンゴール再登場。エースブックス版ウィザード・オン・ビーナスは、金星の魔法師と、パイレーツ・ブラッド、魅惑の2作を収録している。月の地底王国、月のプリンセス・月人の地球征服、月からの侵略・ザ・ムーン・メンは、ザ・ムーン・メン、ザ・レッド・ホークの2編の合本であり、ムーンシリーズは、全体で3部作の構成である。アメリカでは、全1巻として、 ハードカバー版が刊行されているが、第2部と第3部は約1、5が削除されている。エースブックスのペーパーブック版は雑誌掲載版を収録した完全版である。ルイエンジン、ターザン、ターザンターザンの復讐、ターザンの帰還、ターザンの外科ターザンの逆襲ターザンとアトランティスの秘宝、ターザンの密林物語ターザンの少年期を描く。 短編集野獣王ターザン恐怖王ターザンターザンと黄金の獅子ターザンとあり人間密林の王者ターザン早川文庫からは未完ターザンと失われた帝国地底世界のターザンターザンの世界ペルシダーペルシダーシリーズの第四巻を兼ねる無敵王ターザンターザンと呪われた密林ターザンと黄金都市ターザンとライオンマンターザンと強人間ターザンと禁じられたとターザンと 女戦士ターザンと、狂人勝利者、ターザン以下の3編からなる短編集。ターザンと南戦者ターザンとチャンピオンターザンとジャングルの、殺人者、ターザンのソーセージ、ターザンザ・ターザンツインズ・ウィズ・ジャドバル、J.A. ザ・ゴールデン・ライオン、1936を含む。地底世界、ペルシダー。地底の世界ペルシダー危機のペルシダー。欲流の世界ペルシダー戦乱のペルシダー。 海賊の世界ペルシダー地底世界のターザン、ターザンの世界ペルシダー栄光のペルシダー、石器の世界ペルシダー恐怖のペルシダー、恐怖の世界ペルシダーペルシダーに変える、美女の世界ペルシダーペルシダーに変える、ペルシダーに変える、青銅器時代の男たち、青銅器時代の人間虎の女、犬種虎の女野生のペルシダー最終巻は連作中編である。第四部は早川が判検を、 独占所有しているため、草原版はダイジェストとなっている。三部作。東京草原社は全1巻。早川書房からは全3巻として刊行されている。時に忘れられた、世界人に忘れられた人々土器の深き淵より、項目のあるものは、そちらを参照。マッカーシリーズアメリカ版は全1巻。南海の卑怯風雲のメキシコアパッチシリーズを。 チーフ・アパッチ・デビルシリーズ以外出典のあるもののみ、放題を記載する。読者に喜ばれるものを書く。金にならないものは書かない。これにより、冒険者や SF 小説が多く、恋愛小説や現代小説などは少ない。バローズのヒーローとヒロインは、どちらかが王族や貴族の家系、あるいは名誉ある家系であることが多い。これは、アメリカ人の 王皇貴族への憧れと言われている。創作については独学で小説を書き始めたと伝えられる。ただし、バローズは作家として活動する前、シカゴ公共図書館へ通い、様々な書籍に目を通した。また、書き上げるスピードが速かったと言われる。作風としては、複数の登場人物が登場し、それぞれの個別の行動を交互に追いながら、 彼らが一つの目標に合流するという点が特徴。目新しい手法ではないが、バローズの作風には合っていた。また、ヒーローは、紳士的で屈強な戦士だが、想像力に欠け、ヒロインは美しく低粛で、受動的であり、多くのキャラクターは文切り型である。ターザンシリーズを10冊以上翻訳した高橋豊は、次の点を指摘している。バローズの作品のうち、 初期から最終期まで書き続けていたのは火星シリーズ、ターザンシリーズ、ペルシダーシリーズの3シリーズである。これらのシリーズには共通点がある。バローズの初期作品には先人の作品を参考にした作品がある。バローズの作品は他の作品と関係を持っている場合がある。なお、構想の段階では火星シリーズの第4巻にターザンが登場する予定があった。 説明のないものは映画作品。また、アメリカ作品については明記せず。なお、ターザンシリーズは膨大になるので、ターザン、ターザン映画、TEB の一覧を参照。ありがとうございます。